2009年に始まったアジアのクリスチャンとイスラエルのメシアニック銃をつなぐ政界アジアメシアニックフォーラムが今年は新型コロナ感染拡大のためオンラインで開催されます。これに先立ち去る8月15日にインド大会プレイベントがズームにて持たれました。アジアメシアニックフォーラム略して AMF は2009年に日本で始まり、その後アジア各地を巡り今年で7回目、まず昨年タイのバンコックで開催された同大会の模様が映像で紹介されました。続いて AMF 日本窓口のシオンとの架け橋代表石井田直司氏より AMF の始まりとこれまでの歩みが語られました。第1回目の日本大会はこの番組でも取材させていただきました。私たちももうなんかこれ初めての集会でね、もうこんななんか素晴らしい体験をもうさせていただきました。しかしこの開催を可能にしたのは石井田氏たちの努力はもちろんですが、それまでの長きにわたる先達たちの祈りがあったからだといいます。その90年間のですね、イスラエル回復の祈りというものが、やっぱりあってこそのですね、このアジアメシアニックフォーラムではないかと思います。中田十字先生がですね、このイスラエルのために祈れということをおっしゃって、そしてですね、本当に忠実に、祈ってこられて。この話を後にイスラエルで知り合ったヨセフ・シュラム氏にすると、ぜひ当時から祈ってきた人たちのビデオを作るべきだと促され、大変な苦労をして2006年こちらの証言ビデオを制作しました。その後日本にメシアニック銃を招いた集会を始めるようになり、ついにはアジアメシアニックフォーラムという大規模政界へと発展しました。2011年の日韓共産の年に AMF の旗を作り、それは韓国からシンガポールへ、そしてフィリピンへ、また次へと手渡され引き継がれていきました。そんな AMF を始めて石井田氏は当初予期していなかった神のご計画に気づかされたといいます。それはくしくも回っていた開催地がかつて日本軍が占領した国々だということでした。同フォーラムに行くたびに現地の参加者から聞く戦時中の残酷な話、家族が日本兵に殺害されたという人も、イスラエルの祈りはしていても日本がアジア諸国にしてきたことに一切触れず和解の祈りを持ったことがなかったことを悔い改めた石井田氏は、同時にエペソ2章15節の重みを感じたといいます。私はですね、このアジアメシアニックフォーラムを進める中でね、こう実物教育としてですね、このイスラエルと日本人との和解というものが実はアジアの諸国の和解に実はつながってるんだということを、もうなんかこう私みたいな鈍感なものでもね、こうひしひしと感じさせられて、ああこの御言葉っていうのは本当なんだということをね、骨身に締めて感じさせていただきました。以来同大会では和解の祈りの時を持っています。アジアからクリスチャンが来日し、広島や長崎を訪問することもありました。こうしてアジアのクリスチャンをメシアニック銃とつなぐだけでなく、アジア各地からクリスチャンが共に集い、つながり、祈り、和解をし、新しい一人の人に作り上げられます。続いてそのインド大会実行委員長のアンドリュー・イェルチル氏がビジョンを語りました。The vision, the goal is to bring this revelation of loving Israel and the Jewish people to the church in India. Because so many people do not know about Israel or why we need to love and bless Israel. Not just India, but many other countries also joining. So our desire is that Asia, you know, to be blessed with this revelation of Israel. 今回は現地開催とはなりませんが、足を運ばずこのような充実したプログラムに参加できるのは Zoom ならではの利点です。最後に今大会でメッセージを担当する3人の講師が参加を呼びかけました。 For the nation and the people of India and for Christians all over Asia to enter into this revelation of Israel. We are looking forward very much to share what God placed on our heart and just for His glory only.
this unique form through the electronic means which were provided also by God. And I want you to remember, Israel is in Asia, and Jesus was Asian, and we in Israel are Asian, the Jewish people and all of our people who have joined Israel through the blood of Yeshua are a part of the people of Israel who are Asian. アジアメシアニックフォーラム2021インド大会は今月30日から9月2日まで自宅から参加できるオンライン開催です。この機会にメシアニック Jew について深く学び、新しい一人の人に変えられてみてはいかがでしょうか。